アイソレックスの藤井です。今日はですね、上半身ポジショニングの中でも上半身ですよね、支えるところをポイント3つに絞ってやってみようと思います。基本編です。よろしくお願いします。上半身のポイントはですね、3つあります。1個目、実は首ってここ浮いてますよね。ここ圧かかってないところですけど、首しっかり支えてあげてください。それからもう1つは肩、結構ここ浮いてるんですよね。そして最後が肘です。肘圧高くなってないかなっていうところも大切ですので、首、肩、肘、これを唱えるような感じで、やってみてください。まあ今日は大きめの、1本のロールを使います。まあない場合はですね、首と肩と肘全部バラバラでもいいんですけど、大きめのやつ使うと1個で済みますので、これを使ってみようと思います。じゃあですね、まず大きい蛇みたいなロールの真ん中の部分ですね、真ん中の部分を頸部を支えていきます。で、ここをしっかり支えてください。で、首がグーッと上がってしまう場合はここにちっちゃな枕でも入れてあげるといいです。そして今度は肩ですよね、肩もこのクッションですね、よいしょ、しっかり高くなりすぎないでください。高くなりすぎると呼吸でしんどくなります。そして肘です。はい、こっちも一緒です。肩と肘で注意したいところはこれなんですよね。手の位置です。手の位置がどうしても腹部、お腹の位置に持ってきたがるんですよね。でもここに手があるとやっぱ苦しいし、お腹圧迫してしまいますので、もし可動域があって開けれるようでしたら、クッションの上もしくはここの腰骨ですよね、上前腸骨曲、ここの部分まで開いてあげるといいと思います、ね、よいしょ。ちょっと首が上がってますんで、調整のために下から枕を入れようと思います。はい、この後背上げを必ずしてあげてください。基本姿勢では5度10度ぐらいですよね。これで今10度ぐらいです。これで、呼吸が楽になります。呼吸管理のためにも背上げをして、お腹動いているとしっかり呼吸ができていると思います。さあ今日の3つのポイントいきます。もう一回復習です。首しっかり支えてください。どうしても枕だけになるとここで支えたちですけども、この位置ですよね。はい、それから肩です。肩が落ちないように入れすぎないですよね、入れすぎない。そしてから肘、手の位置、この辺がポイントになります。はい、以上になります。